さあ今回はカジュアルに遊べるアクション RTS タクティクスグリードがね配信されたんで早速遊んでいきます。いや体験版でねもうめちゃくちゃね続きやりたかったんですよ。いろいろなモードねやり尽くせないですから、行きましょう行きましょう。さあチュートリアルは体験版と同じなんでちょっとスキップしますね。戦いに行きます。でダンジョンっていうのでデッキ構築があるんですよ。アクション RTS としても面白いんですけど、そこにね戦いを積み重ねていく上でチームを強くしていくという戦略的な要素もありまして、先にカード系ちょっと埋めていきますね。こういったキャラクターたちをチームに加えて、まあ、前衛や後衛とかをね入れていくんですよ。で兵器とかもあるんでね、これも使っていく。これ強力なのでこの兵器のパワーで押せたらいいんですけども、体験魔の時文句とかいなかったんじゃないかな。侍とかもねいたはいたんですかね。忍者とか全く見てないと思うんですけど、兵器はバリスタにローターレックス、これ強いんだよね。敵だけが持ってたんですけど体験版で。まあ行きましょうか。これ技ですね。技も重要だね。さあダンジョン行きます。イージー。アクションRTSなので自分のキャラクターもねもちろんいます。で間違えておっしゃったんですけども、左クリックで移動で攻撃は勝手に射程に入りましますね。で技をねこう使っていきます。で回復、例えばこういうところに使うと体力の少ない味方がね勝手にあそこに行くんですよ。まあ、味方に使ってもいいんですけど、前線で回復するとそれこそ乱戦中なんでやられちゃうわけですよね。だここに引けみたいな回復を出せるわけですね。で今これ真ん中にメインの部隊がいて左右に1人ずついるよと。で例えばこれ左やると左側にユニットが追加、右だと右側に追加されるという感じで、まあ、どうしようかなと。ないと味方は守る。まあ、やっぱ前衛がいてこそだと思うんですよ。左にないと追加しましょう。でこれ自分を起点に確か動いてたんで、ちょっとこう見ればかな。あいつにもいますね。こっちはいないかな、まあ、ある程度はね陣形気にしつつ、さあ行け行け行け、ちょっとサポートいく。回復はね一応味方がこうやって上で喋ってるんで要求していきます。オッケー。お、左にバリスタ、範囲内の敵を凍らせる。で凍った敵に雷が強いとかそういうねあるんですよ。行きましょう。雷持ってないですけど、いやいいね、このわちゃわちゃした感じがたまんないんですよね。どんだけ数増やせるかな。でこれ増やしてますけど、なんかナイト強化とかそんな感じだったと思うんですよね。バリスタ打ってます。どこだろう、あそこか。いやあれ自分でやったやつか。そうね、あちょっとやられそう。あそこ凍ってます、凍ってます。どうすることもできないですけど凍ってます。自分の周りにこうやって来るんで立ち位置重要ですね。ちょっと回復やまだ使わないかな。回復やってみる。やっぱ来ないんですよね。ロータ来ました。これ敵を引き寄せるやつだね。行ったれ行ったれ。いやーめっちゃ、おー画面がすごい。ロータ対兵器用じゃないから囲まれることに意味があるね。この周りにいたら敵来るかな。暗い爆弾、最後この前もここに打っちゃうよね。さあ奇跡の光だ。
や、いいじいいじ、どんどん行こうどんどん行こう。ナイト追加するか、バリスタ守る。あ、でかいの凍ってます。いや、操作がシンプルですよね。もうここ出てるだけです。ユニットが移動する、地点を動かす、 Q と W で技を使うと。あとは味方たちが動いてくれますからね。五分五分くらいじゃないとプレイヤーがそんな頑張る、ね、ことはないかなと。こちらにこう引くと、引くと味方はどうだろう、引かないか。なんかあんま上がんないよね。そこまで変わんないかな。攻めはついてくると思うけど、引いた場合そこまで。まあ上の数10対10、さっきはちょっと劣勢だったんで。兵器は無視していいんですよ、ね、孤立してるだけなら。やられてんじゃん、ちょっと大丈夫、引いてきたね。あ、でもあれ強いよ、あれ、ここ、こういう敵に強いので。さあ回復、ここで回復ステーキというのがいましたね。あ、文句、背面へのダメージアップ、忍者 HP の低い敵を狙う、お前だな。なので回復してます。要求が来てやるのがいいですね。技はどっち使ってもクールダウン入っちゃうんで、合間を見てね、使っていくと。11対12、よし。こいつなんだっけ。まあ、回復しちゃいましょう。味方を守る。あ、大丈夫か、回復するよ、待っててね。はい、一応爆弾使っとこうかな。はい、もういない。さあ凍らして、忍者取れ、忍者。あ、忍者いるね、真ん中にいるらしいからね。先宝箱を倒して形勢をね、こっち側に向かせようか。サムライ大型を狙うね。兵器を狙うってことかな。兵器撃ってほしいんで、効くんならいいっすね。このクルクルがこいつなんでね、大事強い。DPS 的にはそんなないと思うんですけど圧倒しすぎじゃない、ちょっと。えい、余裕。さあ突撃突撃、ボスだ。キングユニット、爆弾爆弾投げろ、爆弾初手爆弾。えい、どっか飛んでいく無視してもいいんじゃないかな。わあ痛い、あれ敵の魔法ですね。回復のタイミング間違えたかな。さあ遠距離攻撃の火力上がります。2人いますね。こちら魔法の効果上がります。これボムですね。バリアです。バリア回復もしますよと、つけましょう。バリア敵の魔法にアンチで使うといいですよね。それこそバリアは回復したんかな。やべえな、中に入らない、中に入って入っていける。体調素敵余裕。まあこれ簡単ですね。この先ですよ。最後 DPS とかが最後出ます。ラビット隊長がね、すさまじい。DPS1 はバリスタですね。まあ、あれ凍らせることが重要なのでダメージではないですね。
火ダメに関してはソードマンが頑張って食らってます。あとソード、このソードマン1500食らってますね。サンドバックマンでしたね。じゃあではこのまま、これは新デッキの保存番号1番でいいかな。じゃあノーマルデッキを使ってアリーナ勝利を目指してください。いきますよ、ノーマル。じゃあいきましょう。おお、次は海賊みたいな16ウェーブいいっすね。最後32。じゃあいいよ、128ウェーブくらいやっても。あ、回復だけになったね。このラビットね、こいつが超重要です。メインアタッカーと言ってもいいでしょう。文句、背面へのダメージで敵の裏を取るのかな。あ、ウィザード、遠距離系ですね。右側っていうのはちょっとどうかなって思うけど、お前と一緒に動けばいいか。こそは右も何も関係ないね。左こいつやられちゃうんで、左右に縦キャラを追加しておきたいと。ソードマン入れましょう。これで、まあ、ソードの、まあ、耐久が比較的優れたキャラクター置いといて、8エビしかなくない？合ってますかね。まあ最初は違うから合ってはいいのかな。16って書いてなかったっけ。さあ、まずあの宝箱を潰したいけど、使えるもんがないな。レベルアップ、魔法ヒールが上がるね。遠距離3人いるんで遠距離上げるか。自分は遠距離じゃないのかな。自分も含まれるよね多分。この弓は飾りかじゃないと。魔法の回復遅いからあんま使わんでいいか。こっちもちょっと兵器欲しいね。さっきのあの範囲攻撃の方欲しいね。潰せ潰せ。まずはこいつを潰して数的有利を作りたいと。おっとまずいか。サポートに出ます。あ、ロータ来ました。こちらですね、欲しいのはね。痛い痛い、回復だ。もう強いの1体いるんで、さっきとちょっと違いますね。中間で1体か。あ、てかさっきのやつじゃない、あいつ格落ちした。1面のボスがね2面の雑魚になるみたいな。いや、このこれね、これこの攻撃大きいですからね。しっかりみんなカバーしろ。こいつやりたいな。今のポジションがだいぶ効いたね。あっち大丈夫そうだな。よし、全体を見ながらね、数も増えていきますから。でこれレベル2になってますけど、上げた子たち、この子はレベル1で入ってくるなら次近距離行きたいんで侍でいいかな。多分言ってもねえや自分の俯瞰してみることに集中すぎて攻撃しなかったね。こうやってみんな一緒に来るからプレイヤーどこを狙うのか。で右翼左翼はそのプレイヤーについてこないから、その点で
まあ、右に寄るんなら左側強化しとかないと単独で動くことになるんでね。ソードマンとこのローターしかいないから、まあでも十分かな。遠距離で近距離系の方がいいかもしれませんね。いけいけ、こいつをすぐ倒せる。あれ、そう、侍、そう、侍もいるか。あいつ今ここ攻撃したの、そっから大変だ。よし、おー、3人か。あ、でもこうなったら、いや、遠距離上げちゃおうかな。これラビットが含まれないんだもんね、両方にね。いったね。いや、これはね、片方上げるべきなの、もう片側を。遠距離追加してみようかな。ここで極端にいくならね、途中加入がね、レベル1スタートだったんで、さっき見た感じ、そこでちょっとどうかなっていうので、まあ、このままちょっと近距離増やしていって、近距離も後々レベル上げると、影響範囲がね、多い方がいいですからね。魔法使ってもないね。よれよれよれ、あっち側大丈夫かな。さあ、右飛散なんですけども、左ソードマンです。まあ、左は完全ドフリーでもですね、ちょっとスタート中盤目にいて、あっちあっちで任せても全然いけると思います。右真ん中がプレイヤーの範囲で、左は放置気味なね感じで、最後的にここで最後なんですけど、 あれさっきでも、さっき同じよね、これだとどういう感じなんだろう、話が違うんですけど、真ん中文句いこっかな。もう左多いもんね、さすがに。背面っていうのはジャンプ攻撃とかできるのかな。あの意味さ、前すぎるって位置が。よし、あとお前だけだ。終わんないよね。これ終わったらさっきと同じなんですけども。バトルエンド、これどうなるんだろう。あれ、ああ、びっくりした。さあ、こっから16年なんで一旦区切るんだろう。生産性見なかったですけど、まあ、最後だけでいいです。まだここが強くなって過程なんでね、みんないてのみんなのパラメータみたいから。あと誰追加しよっかな。お、大型ユニットいないよね。これ誰や、これ近接のアタッカーだけかな。わあ、悩むね。まあお前らでいいか。ラビット上がりますからね。魔法に関してなんか盾とかそういう支援系が欲しいかな。あとバフ的なのないかな。攻撃かなんかそういう支援系、回復盾系しか記憶にないんですけど。わあ、出た出た、あいつ、あいつ強いんだよね。ちょっとちょ、右サポート入るか。右サポートないと無理なんで、回復。いや、これはタイミングはと、もうじき欲しがると思うね。3台いきますか。こいつ落とせ、こいつでかいだよ。
で3打ならさっきの氷欲しいんですよね。なんかめっちゃ後ろにいるな。まずあんな後ろに。モノアイ、火ダメを 50% 軽減する、範囲内の味方を回復する、いけ、回復、回復、まあ死ぬね。カバーしてあげたいけど、あーナイスナイス、もない、引かせろ引かせろ、そいつを、死んだっぽいなあれ。死んだっぽいよね。もう一度ボタンを押すとキャンセル、あげられたね、しゃあないか、あいつは出すぎたな、だって飛行音はするんで、いい感じのポジションにね、しないと死んだけど蘇んないのかな、急だもんね、かりっきりもよくない、わあどうしようかな、あげるか、もっと少数制になっちゃうこれだと、 あそこまずいね、やられちゃう、もらえられちゃう、大丈夫として、あっち側も引き場所、ナイスナイスナイス、引いて引いて引いていいよ、これで減らないようにね、おら。お、やばいやばい、さあちょっと強いな相手、さすがに宝箱先は難しいかもしれないね、もうなんか囲まれてんな、進めてピンチか、こっちの方に、右ナイト、右ナイトで止めないと弓効かないんだろうなこいつに、大丈夫、あー引いてきたね、ヒール欲しい、分かってるよ、ここカバーしに行かないと、でもこいつやられるのは痛いな、やめやめやめ、連戦連戦、10対17、これはきつい、みんなみんなここに、右側もやばい、物は一瞬だかあれ。めちゃくちゃ囲まれてるんだけど、行かないとなるか、よく耐えてんな、すごいな、そこに回復ったのは握手だな、絶対分かっているんですけど、モノアイを回復するにはこの方法しかないね、あいつは飛んでこないんでね、左モンク追加しますか、死ぬな、カラマだと、あそこに回復を打つしかない、
めっちゃ来るね。なんだか耐えてるけど。物愛がすごい耐えるな。まで最高。でも一人死んでるね。回復したいよね。わかるよ、その気持ち。あー、やられたね。この辺、この辺、この辺回復しといて。足に行った方がいいか。モーナイの中で回復するのがやっぱ一番点っぽいね。ナイス、逃走。仲間追加か、これは。強化。あ、待って待って。タイミング、タイミング。バグってるってなんかちょっと。まずすぐこいつは処理しよう。これはちょっと回復した方がいいか。タワー範囲内の敵を爆風で弾き飛ばす。モノワイナーの硬さにあっちなんとか任せて。ナイスナイスナイス。めっちゃある。なんかナイスナイス。いいよ、文句。ナイスタワー。あ、弾き飛ばす。いいね。この辺をこうか。まあ、それ上がる代わりに上がる代わりに。いや、もっと回復していいよ、もっと。そっち行くんだな。まあ、もらえの真ん中に入れた方がいいんだね、多分。安全だから行くんだよね。使う、一応使うか。その場で使います。ちょっとあんまり良くないと思うんですけど。ちっちゃうな。勝った。そしてうわ、激戦の中。ちょっとこれ最終のサイクルランドやばそうですね。アディビスコマンダーがトップに名乗れてます。モノアイゼロ、まあ、モノアイも最高ですからね。そこじゃないと。2番かな。さあ、ハード、だいぶ今のハードでしたけどね。じゃあアリーナ行ってみましょうか。アリーナも最初から決まってる、この、あ、今のデッキとか使うやつね。最近はアリーナなんかね、決まってるなんかセットで戦ってたんですけど、そうかそうか。1番がイージー戦の方で、でも2番の方が強化されてるわけですよね。数が少ないか、ちょっと。まあ行ってみよう。あそこで、あ、作ったチームで挑めるのね。相手初戦にふさわしい弱小チーム。主に言ったソードマンで中央にいると。あ、なるほど。これを意識して作っていくのもいいんだな。うまく生き残れるなら、それこそハードで何戦か分かんないですけどやった方がいいわけですよね。11対13乱戦です、かなり。あ、ちょっと引け引け引け引いて、それ引くとかでもないか。はい、止めて、よし。まずこっちの方が数が少ないから戦況を良くしていく。敵も回復してますね。人であれば引いてこい。物合いまで引いていくのかな、みんな。いや、引くかな。お、やれ。詰めろ。いや、ダメか。引け。回復しに行っていいよ。
を削って敵を引かせる。あいつやりて。やっぱ倒すためには氷、雷みたいな確実なやつが欲しいですよね。あ、これ飛んできた。ここに倒したい倒したい。こいつのやつを狙いたいね。これいけんじゃね。当たってないか。敵めっちゃね食らっているんですけど、なかなかこっちもやりきれないというか。ぶち込んだらいいかな。はい、よしみたいな。雷で、あれ、もし一気に、なんか味方が連鎖するように。じゃあ一旦一旦引いた方がいい、引いた方がいいよ。いや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 、ヒールとか無理だって。そこはあそこで引くかな引いて引いて。前線の回復ポイントは作りづらいね。まあ、あいつも体力も弱くなってるんで、いずれ死にますよね。まあ、こっちも同じです。それはトータルダメージで勝ってないといけないね。よし、これキングいけんじゃね。よーし、膠着からのですよ。やっぱコマンダー、コマンダーラビットがなんかウィザード、やっぱレベル大きいんですかね。4レベルウィザードが上回ってます。次さ、こっちはまあね、質なわけですよ。数の方でも行ってみようかな。兵器的には結構いいわけでして、バランス重視チーム、サンダーね。爆弾、あ、でもそっか、盾もあんのか。ほら。いきなり。遠距離来たね、はず。ど真ん中戦うようにね。あ、いや、回復していいぞ別に。よしよし、トータルダメージ論ですから。さっき物はいないから、そっか、回復がもっとコンサートに行かないといけないんだね。縦の後ろくらいで回復をしよう。縦でも回復できるね、確か。危ない。王の周りに敵もあるから、集まるからね。そこを爆破する。で、吹っ飛ばす。あ、左行けそうだね。右頑張るか、じゃあちょっとみんなで。回復だけ打つ。なんか、めちゃくちゃ勝ってるくらいあっち。いける場所を作ってめちゃくちゃいる。こっち数敵振りすぎる。あ、よし、左対象したようだ。あ、こっち来い、あいつ何突っ立ってんの。ここから数の力も、ただしっかりとね、しっかりと勝ちに行かないと。全員ゴールから前に回復出した方がこのチームだと良さそうだな。前で前でも前で完璧にチームを生かし、もう全然前出てくあいつら全然気にしないもんな。1人やられたかな、2人やられたかな。今お、兵器やったね。ナイス。こっから攻撃できるよみんな一応。
爆弾で俺か、あいつらは。爆弾で散らして、散ったやつらを、かっこぎがしていくと。お回復を、お互い。よーし。お、相手コマンドも強いですね。こっちはバランス的なチームだね。バリサルけど雷ないかな、その辺で。だもっといいデッキをこの、ね、ダンジョンに作りに行ってアリーナでやるみたいな。でランキング戦で10連勝せよと。これもダンジョンのやつを使うのかな、まあ、とりあえずここにしましょうか。今回ね、以前から体験も遊んでね、気になっていたカジュアルなアクション RTS タクティクスクリード、いやー楽しいね。まあシンプルにね、シンプルにカジュアルに遊びますから。これまあ奥深い戦術みたいなの、体験版はねそこまでこういうつながりがなかったからなかったんですけど、製品版だとダンジョンで作ったチームがねあって使えるわけなんで、まあ、いい、ね、引き方をして強化をして持っていけば無双ができるというか、まあ1つ目のチームがバランスだったら2個目のチームがね魔法と盾の力で戦うみたいな、結構違う変遷できたので、そこを意識して持っていくといいね。